はい、皆さんこんにちは、シュータカノです。今日のシュートリアルはエルボーワープのやり方を皆さんに紹介していきたいと思います。今見てもらった技です。こちらの技になります。こう肩に引っ掛けて分回転する技ですが、ショーとかパフォーマンスの中、コンテストでも、もうこの 2way プレイヤー、ルーピングスタイルみんなやってます。ぜひ皆さん覚えてみてください。それでは早速シュートリアルいってみましょう。では早速やり方に入っていきます。まずヨーヨーを止めましょう。ピタッと止めます。で、今回やるのはエルボーワープ。こちらすごいいろいろやり方があるんですが、一番オーソドックスなやり方を皆さんに紹介します。で、最初アラウンドザワールドをします。で、肩にヨーヨーを引っ掛けるんですが、肩に引っ掛けるときに手をむきっと縦にしてください。そうするとヨーヨーが勝手に引っ掛かります。一回やってみるとこんな感じです。で、くるくるくるって今なっちゃったんですが、一周だけで大丈夫です。もう一回いきます。こんな感じです。で、ヨーヨーは体のこの抜きってやった手と紐、そして顔、この紐と顔の内側を通ります。この間ですね、ここを通って回転していきます。ヨーヨーが絡まって上に行く。ヨーヨーが絡まって上に行くタイミングで、今右手でやってるので右手と反対の足、左足を軸にくるっと反時計回りで回転します。ヨーヨーが来たら、上に来たらこのままこっちに回転すると、ヨーヨーがなんとこのまま外れるので、もう半周してキャッチです。もう一回やってみると、よく来て、ぐーって回ります。抜きってしてもらって、ヨーヨー自体はこの紐、出てる紐と顔の間を通ります。で、ここに通ったら、この右手でやる場合は、左足を軸にして回転しましょう。反時計回りに回転します。ヨーヨーが、この上まで来たら回転をスタートします。で、この間を通って腕の外を回って回転します。で、ここからヨーヨーが外れるので、もうあと半周回ってキャッチです。一回流れでやってみると、このままグーンと来て回って回ってキャッチです。こっち向きでいきます。で、こう通って通ってキャッチです。こんな感じです。一回ターンもしっかり入れて、ヨーヨー流れのままやってみます。ブンブン振り回してて、手をムキッとさせたと同時にヨーヨーが上に来たら回って回ってキャッチです。くるって感じです。一回この後ろ向きタイミングで足を入れてあげるとやりやすいと思います。内側を入れたら外側に行く、これを忘れずにやりましょう。内側を入れたら外側に行って、キャッチ。ここまで感覚でできるようになったら、今度ヨーヨー回していきます。ちょっとこう前に押し出してあげる感じでやってあげるとやりやすいかもしれないです。回るときにグッと押し込んであげる感じですね。ぜひこれでやってみてください。ちなみに左の方も皆さんにお伝えします。左の方は、まあ、さっきと変わらないです。キャッチです。左でやるときは左手側なので右足も軸にしてください。これでこれの場合は時計回りに回転してキャッチです。こんな感じでやりましょう。で、右手にしても左手にしても、しっかり同じ場所にアラウンドザワールドが返るように意識してあげると、エルボーワークが綺麗に回っている証拠なので、しっかり自分のこのヨーヨーのラインを見つけてあげて、そこに戻ってくるように意識
してみてください。というわけで以上がエルボーワークのやり方になります。ぜひ皆さんこの技挑戦してみてください。それではまた次回のチュートリアルでお会いしましょう。じゃあね。